リエジソン・ダ・シューバムニスは、ブラジル・バイア州出身の元サッカー選手。ポルトガル代表であった。ポジションはフォワード。ブラジル時代バイア州のカイルに生まれた。アマチュアクラブでプレーしていた時は、週末にサッカーをし、平日はスーパーマーケットで働く生活を送っていたが、22歳の時に、コリチー・バイ・フシーからプロデビューを果たした。その後は、 リオデジャネイロの CR フラメンゴとサンパウロのコリンチャンスという2つのビッグクラブでプレーし、それぞれのクラブで個人的な成功を収めた。スポルティング CP2003 年夏、移籍金200万ユーロでポルトガルスーペルリーガのスポルティング CP に移籍した。2004から05シーズンにはリーグ戦で25得点を挙げてリーグ得点王に輝いた。2005から06シーズンには 出場31試合で15得点を挙げ、得点ランキングの2位にランクインした。2006から07シーズンは再びリーグ得点王に輝き、チームは達差でポルトガルで優勝した。かつてスポルティングに所属したフェルナンド・ペイロ・テオ、エクトル・ヤサルデ、マヌエル・フェルナンデス、ルイ・ジョルダン、フェルナンド・ゴメス、ジョルジ・カデテ、アルベルト・アコスタ。 マリオ・ジャルデ・裏に匹敵する偉大なストライカーと認識され、ルイス・フィーゴ、クリスティアーノ・ロナウド、ナニ、リカルド・クアレスマ以来となるクラブの象徴的な選手とみなされた。2008年10月22日、UEFA チャンピオンズリーググループリーグ FC、シャフターアルドネツク戦で決勝点を挙げ、同大会でのクラブ最多得点記録に並んだ。11月1日に行われた、 グループリーグ最終戦の FC、バルセラナ戦は2の後と惨敗したが、欧州カップ戦での通算19得点目を決め、クラブ記録を更新した。2009年2月の SL ベンフィカとのダービーマッチでは2得点を上げ、2008から09シーズンは17得点で、得点ランキング2位にランクインした。二千八年夏と二千九年夏には、リーガーエスパニョーラのセビージャ FC への移籍が、 噂されたが、いずれも実現していない。2009年12月から2010年1月にかけて、負傷で1ヶ月間先生を離れたが、1月18日の CD ナショナル戦で復帰し、途中出場ながら2得点を決めた。3月7日の CF ベルネンセス戦では4得点すべてを一人で叩き出した。10月21日、 UEFA ヨーロッパリーグのカーヘント戦では2得点を挙げ、クラブの欧州カップ戦、通算200得点目を決めた選手として、クラブ史に名を刻んだ。2011年2月4日のナバル戦が、スポルティングでの最終戦となり、その試合で2得点を挙げて、優秀の美を飾った。スポルティングでは公式戦310試合に出場して174得点を挙げ、 最多得点記録を保持している。ブラジル復帰2011年1月31日、33歳のリエジソンはフルスコリンチャンスと契約を交わした。2012年8月2日、CR フラメンゴと2013年末まで契約を結び、10年ぶりに復帰した。2013年1月に FC ポルトにシーズン終了までの期限付き移籍をした。 ポルトガル国籍取得スポルティング CP で得点王に輝く活躍を見せてもブラジル代表には招集されずにいた。2006年のペドロパウレタの引退後、ポルトガル代表は絶対的なストライカー不在に悩まされており、ポルトガル国民はスポルティングで安定した成績を残していたリエジソンのポルトガル代表入りを期待した。本人もポルトガル代表招集に興味を示しており、 ポルトガル在住が6年になる2009年7月から国籍取得の申請を行った。ポルトガル国籍の取得が完了すると2009年8月26日、カルロス・ケイロス監督によってポルトガル代表に初招集され MF デコ、DF ・ペペラに次ぐ5人目のブラジル出身ポルトガル代表選手となった。ポルトガル代表ポルトガル代表の救世主として期待され、 2009年9月5日のデンマーク戦で、ハーフタイムに、ディアゴ・メンデスと代わって出場して代表デビューし、何のコーナーキックからチームを引き分けに導く、代表初ゴールを決めた。南アフリカで開催された2010 FIFA ワールドカップの出場メンバーにも選出され、グループリーグ初戦のコートジボワール戦では、先発出場した。 第二戦の北朝鮮戦は、ウーゴ・アルメーダにポジションを譲ったが、途中出場して、大会初得点を挙げた。ありがとうございます。